ウトドア&フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて本日のゲストは久々の芸人さんということでキャンプ芸人のアスワ大義さんをお迎えしています。アスワさんはキングオブコント2012年13年15年のファイナリストまで勝ち上がった実力派のお笑い芸人です。また元料理人で一度食べるとその料理を再現できるという特技を生かして再現大輔としても活躍されました。そしてアウトドアでは2015年にひろしさんとともにソロキャンプ集団焚き火会を結成。メディアイベントなどへ出演する一方でご自身の YouTube ノアスワチャンネルでもキャンプ、焚き火、料理などの動画を公開中です。今日はそんなアスワさんのそもそものアウトドアの出会いやこだわりのキャンプスタイルに迫ります。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。キャンプ芸人のアスワ大義さんです。おはようございます。おはようございます。 お邪魔します。いやなんか明るいですね。あ、そうですか。ああ、よかったです。好青年という感じの。ありがとうございます。一応冒頭で、はい、プロフィールご紹介をしておりますが、はい、まあこの番組、まずその方のいろいろヒストリーをね、はい、紐解こうということで、まあ、芸人さんということなんですけど、はい、まあ、キャンプをテーマにいろいろ活動されてるというところで、はい、そもそも、うん、アウトドアとの出会い関わりというところで、はい、結構子供の頃からこう外遊びが好きだったりとか、うんうん、その原点体、まあ、原点になるような体験とかって、はい、あったんでしょうか。はい、まあ、よくあるパターンだと思うんですけど、父親がアウトドアが大好きで、はい、あ、そうなんですか。その、まあ、もちろんキャンプもそうだし釣りもそうだし、もうしょっちゅう連れて行かれてたんですよ。なるほど、はいはい、で僕あの3兄弟で、うんうん、上末っ子の長男なんですよ。あ、 お姉さんが、お姉ちゃんが2人なんですよ。なるほど。だから多分子供、男が生まれて嬉しかったんだと思うんですけど、お父さんはね、父親が、うんうんうん、でアウトドア好きだったんでしょっちゅうもあの毎年あの伊豆大島に釣りに行ったりとかフェリー乗って、はいはい、でそこで3泊ぐらいして旅館に、うん、民宿みたいなこともあって、うんうん、ずっと親父が釣りしてる横で座ってるとかなるほど。あとは家族で浜辺でそのキャンプをするとかいうのをずっとあの来いって楽しいだろうって言って連れてかれて、はいはい、うん、すごい嫌だったんですよ。嫌だったこれ。いや、で小学生はやっぱ家でゲームやりたいんですよ。ああ、世代としてそうですよね。ゲームボーイとかあった出てきた時代なんで、はいはいはい、ゲームやってたいのにな、うんうん、また魚が釣れたっていう、なんでこんなにしょっちゅうアウトドアなんだと。そうなんですよ。でそういうことを経験して、だから別に10代、まあ、20代お笑い始めた頃は、うん、もう全然インドアの引きこもりだったんですけど、うん、その時お姉様2人は、はいはい、結構対応してたんですか、そのお父さんの。まあでもちっちゃい頃だけですね。やっぱ女の子もやっぱ中学生ぐらいになると、うん、なかなかね釣り一緒に行かないじゃないですか。なるほど、はい、でも僕は多分小学校中学ちょっとぐらいまでは一緒に連れて行かれてて、うん、はいはいはい、すごい嫌だったんですね。でだんだん中学校もね、はい、14、15歳になってると親と一緒に遊ばなくなってくるから。そうですよね、はい、そっからインドア。インドア、全然インドアです、はい、うん、あのもう本当親父はもう本当どこでも本当なんていうんですか、うん、岩場にあぐらかいてこう釣りずっとしてるみたいな、はあはあ、ああそういうことですよね、はい、僕は汚れるな服がって思ってたんですよ。嫌だなと。そうで、ずっとインドアだったんですが、はいはい、お笑いを始めて、まあ、20代中盤ぐらいになって、うん、まあ、芸人でお金ないんで、うん、周りの芸人と一緒にあの東京の公園でバーベキューできるところあるんですね、はいはいはい、でそういうところで安いお肉とお酒買って。あ、そっかそっか、店で飲むより安いですよね。そうなんですよ、うん、お金ないから、うん、そこでバーベキューやってお酒飲んでたら、うん、はいはい、うん、
すっごく楽しくて、それが。なるほど。でこっからもうこのままここで寝ちゃいたいと思ったんですよ。なるほどね。でも公園なんてさ、無理なんで。無理で。だったらこれをキャンプ場でやれば。やれば寝れると。寝れると。テントを買えば。動機がいいですね。なるほどね。もう最初は外で食べるご飯とお酒がすごく美味しい。ああ、なるほどね。そっから入ったわけですね。そうなんですよ。そっからキャンプにはまりましたね。はいはいはい、はい。そのまあ、いわゆる、まあ、バーベキューだからキャンプではないけど、まあ、デイキャンプみたいなもんですよね。そうですね、デイキャンプ。それでその泊まるキャンプに移行した以降、はい、うん、それは結構そこからは途切れなく続いたんですか、やっぱり。それは、まあ、言ってもお笑い芸人で、まあ、お金なかったんで忙しいんです。アルバイトもしなきゃいけないし、だから行けるのが本当夏のちょっとの休みだったんで、まあ、年に数回だったんですけど、うん、ちょっと忙しくなって、うん、ちょっとこうアルバイトをしなくてよくなる、よくなってくると、うん、時代が20代後半に出てきて、はいはい、うん、これはちょっといけるぞと。なるほど、うん、なって8月みんな行って楽しかったから、うん、9月も行こう、うん、10月も行こうってみんなを誘ってたんですよ。なるほどね、うん、でもみんなはいや、バーベキューとかキャンプは夏に行くもんだから、うん、9月はもう行かないよと、はいはいはい、どんどん断られて、うん、最終的にソロキャンプになったんですよ。はい、とても自然な流れですよね。そうですね。だ今なんかほらソロキャンプとか、はいはい、もちろんファミリーキャンプもいろいろあるけど、はい、なんかソロキャンプを始めようみたいな、はい、気合を入れてソロキャンプから入ろうっていう人もいると思うんですけど、はいはい、流れが自然ですね。そうですね、誰もいなくなったから、誰も相手してくれないから自然とソロになったっていう。そうなんですよ。それで一人で行くようになって、それはあれですか、やっぱり一人になってもほら、もともとは外で飲んで食べてってお仲間が結構いたわけじゃないですか。はいはい、一人に移行してもやっぱり続いたのは、うん、それはそれでやっぱり魅力があるというか楽しかったんですかね。そうですね、最初はそのご飯、うん、美味しいご飯食べてお酒を飲むだけで満足してたんですけど、うんうんうん、やっぱりもうキャンプはキャンプグッズがすごいたくさんいろんなものがあったりだとか、はいはい、あとキャンプ、ね、キャンプスタイルがいろいろあるっていうのを知らなかったんで、ハマってた頃、最初始めた頃は、はいはいはい、どん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 こうハマっていくうちに、うん、ブッシュクラフトキャンプっていう、はい、なるべくこう物を荷物を少なくして、うんうん、で僕車も持ってなかったから、はい、電車でキャンプ行ってたんですよ。なるほど。だからなるべく荷物少なく少なくてね、はいはい、っていうのとバッチリ合って、うん、奥深さを知ったというか、は、うん、割とそのアスワさんの楽しみ方、はい、ソロキャンプの時っていうのはどんな感じですか、楽しみ方、うん、まあ結構その時によるんですけど、だいたい倒木を切って、うん、ほう、薪を作ったり、あ、そうか、椅子とかスプーンとか、はいはいはい、はい、なんかこう黙々と作業をして、はいはいはい、でそれで次の日帰る時にはその一生懸命作ったものを燃やして帰るみたいな。なるほど、ね、のが多いです、ね、でもブッシュクラフト関連で過去に2人ぐらいゲストの方出てますけど、はい、やっぱりまあ、それぞれいろんなそのポリシーというか、はあ、お話したんですけど、今おっしゃったようにその倒木だとか、ええ、そこであるもので何とかするみたいな、はいはいはい、そういうのが面白いんだっていう、そうですね、ありましたけど、はい、その感覚ですかね。そうですね、うん、なんかこうキャンプをやってるとすごい矛盾する考えがあって、うん、快適に寝たいから、うん、すっごいふかふかのマットとか、うん、持ってく、最終的にもう家でいいんじゃねってなってくるんですよ。その話も聞きますよね、はい、うん、それ家でよくないですか、なんかそう自己矛盾が生まれてくるんです、頭の中で、はいはいはい、なんか家で外なのに家を求めるというかね、うん、でなんかその風に強いテントとか、うん、だんだん頑丈になってくるとそうそうそう、最後は家になる、家になるんですよ。うん、だからなんかそこに矛盾をすごい感じていて、だからなるべくその場にあるもので対応するっていう面白さ、うん、それをなんていうか、まあ、僕は釣りがメインなんですけど、はいはい、自然と自分なりのルールというか、はいはい、ね、なるべく必要最小限でやってることを工夫するところに面白さを求めたりとか、そうです、どこありますよね、どこに面白さを求めるかなんですけど、うんうんうん、僕も釣りもすごい好きなので、あ、そうなんですか、うん、やるんですけど、もう本当にそれも、うん、船乗って釣れるよっていうところまで連れてってもらったら面白くないんですよ。あそれもわかるな、はい、だから、うん、僕はだいたいキャンプを海辺とか河原でキャンプをして、うん、余ったの時間で釣りに行くんです、うん、あ、なるほどね、あ、結局はもう岩場でちょっと釣るぐらいのもんなんですよ
だからロックフィッシュとかをちょっと釣るとか、そんなもんなんですけど、でもやっぱあの指示されて連れてってもらったところで竿を垂らすのと、自分で考えて、そうですよね、っていうのだったらやっぱそっちの方が感動がでかいんで、餌もその辺の貝とかで、あそこもあるものって何とかする系ですよね、それが一番なんか楽しいんですよね、なんかすごくこう原始的な感覚ありますよね。ありますあります。そこであの多分麻生さんの場合は、はい、まあそのキャンプがメインだと思うんだけど、はい、でもそこでできる釣りってある種制約じゃないですか。そうですね、はい、そこの場所でしかできないから、うん、はい、できることの範囲 で、 であの用意できる餌を使ってとかって、はい、それでやっぱ釣れる時もあれば、はい、釣れない時もあると。釣れない時のが多いんですけど。なるほど。まあそれはそれでね、はい、うん、でもやっぱこう自由になりすぎるとつまんないから縛った方が面白いっていう、子供の頃ってやっぱあんま休み時間超楽しかったのは、うん、授業の合間であるからね。それ分かりますよね。一日休みだと何やってもいいから、うん、だからこう制約がある方が面白いんですよね、うん、大人になるとないじゃないですか。そうだよね、自分で縛っていかないといけないんですよ。そうですよね、はい、何でもありだと最後は家でいいってなっちゃいますよね。そうなんですよ、僕キャンプする時も、うん、あのランドセルぐらいのちっちゃいリュック1個で行ったりとか、へえ、それはだけど本当に究極ですよね、はい、だから家でもすごい悩むんですよ、うん、何を持っていこうみたいな。そうですね、もう楽しいし、うん、実際それで過ごせたら楽しいしっていう、でもなんかこう最後にこう迷いながらこう、はい、こう小さなデイバッグに、はい、これを持っていくとちょっとなんか、うん、快適だけどちょっと違うかなとか考えながら、そうそう、まあ、それ楽しそうですよね、考えると。そうです、自分で縛るっていうのが。、はい、なるほどね、すごい変態みたいですけど、そういう意味じゃなくて、別に思ってませんよ、まさか麻生さんがあのキャンプの行く前の日にロープで自分を縛ってるとは、はい、夢に私思ってませんけど、まあ、ロープワークは得意ですけど、うん、そんなことはしてないので、うん、はい、まあ、そんな、キャンプの、こうヒストリーを伺ってるわけですけど、はい、こう今までで印象に残ってるターニングポイントになったとか、うん、あのこれは楽しかったとか、これ辛かったからこれはやめようとか、なんかこういくつかありそうな気がするんですよ、ね、いっぱいありますね、いっぱいある、はい、うん、一番楽しかったというか、うん、強烈に印象に残ってるのは、うん、あの毎年お正月に、はい、無人島でキャンプするんですよ。いいですね。で、あの3泊4日ぐらいで、うん、無人島でもう本当言ったらやることないんですよ。、うん、だから釣りするやつは釣りするし、はいはい、ぼーっと昼からお酒飲んでるやつはお酒飲むしみたいな、うん、で5、6人で仲間内で行くんですけど、うん、そのなんていうんですか、旅行とかでも3日4日休み取ると、うん、割とこう旅行先の観光地をこうなんていうんですか、スケジュールに入れたりとかして、はいはいはい、意外と忙しかったりするじゃないですか。しますね、はい、それがもう本当にもうぼーっとするだけの4日間みたいな、あ、いいですね、の味わった時に、うん、こんな贅沢な時間ないなって思ったんですよ。はいはいはい、で夕日が綺麗で、うん、沈んだら月がでっかいのが出てきてとか、うんうん、流れ星が見えてとかいう、はいはい、なんかこうよくテレビとかでは見るけど、実際肉眼でこう、うんうんうん、圧倒的にこう目の当たりにすると、うん、その思い出がすごい強烈で、なるほど、ね、はいはい、やっぱ自然っていいなっていう、うんうん、でこう自分が見てないだけで毎日この夕日ってあるんだろうなって思うと、ああそうですね、見ねえ自分もったいねえなって思うんですよね。割とこう都市部とかに、はい、街にいると、そうそう空見上げないですもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でも都会でも全然綺麗な夕焼けとか見えたりするんですけど、そうですよ、ね、うん、見てないなっていう、うん、それを改めて気づかせてくれると。そうなんですよ、うん、もったいない、こんなすごいの見ないなってっていう、うん、割とそれは毎年続いてた。そうですね、はい、うん、はい、今年も来年か、来年のお正月もおそらく行くだろうんじゃないかなっていうふうに思いますね。あ、なるほどね、はい、そんなに厳しい思い出はないですか。いっぱいありますよ。あの結構雨だと大変じゃないですか、こう。そうですね、ま、なるべく天気予報見ていくと思うんですけど、土砂降りね、ありますよ、ね、ですよね。土砂降りなんかまだいい方で、うん、テントが倒れるとか、ああ、の強風でテントが破けるとか。やっぱあるんですね。ありますし、うんうんうん、あと極寒、マイナス行くか行かないかぐらいだろうなと思って、うんうんうん、冬行ったら、うん、マイナス15まで修行ですね。寝れないんですよ。あ、まあ、その頃はそのなんて厳冬期用の、うん、あのでっかいダウンじゃなかったりとかしたんで、あ、うん、もう夜中中寝れなくて、
3人で行ったんですけど、うん、なぜか3人とも座ってんのも寒いんで、うん、火の周りをずるずるこうなんか回ってるんですよ、ね、あの火はあったかいけど、はい、やっぱりこう片面しかあったくないのもあるし、そうなんですよ、こう動いてた方がなんか気も紛れますよね。そうなんですよ、うん、でなんとか明け方ぐらいに 1、2時間ぐらい寝れて、うん、で起きたらテントの中の、あの枕元にあったペットボトル2リットルの、うん、が全部凍ってたんですよ。なるほどね。で寒いから、ね、その夜お酒いっぱい飲んでるんでなんか液体を飲みたいんですけど朝、うんうん、全部凍ってる。飲めない、はい、うん、唯一クーラーボックスの中のコーラが、うん、あの凍ってなかった。凍ってなかった。あ、なるほどね。クーラーボックスの中の方が暖かかった。中が保温されてた。そうなんです。なるほど。そんな楽しいことも厳しいことも厳しいことも経験されながら、はい、あのまあ、次々に質問をぶつけておりますが、はい、この2015年にこうひろしさんと共に立ち上げた焚き火会、はいはい、これってなんかどうしてそういうこう結成をしようというなったんですかね。これはですね、うん、2014年だったと思うんですけど、うん、2014年の、ま、その芸人ってこう営業というかその地方に行って、はい、ライブをするっていうことがあるんですけど、うんうんうん、でまあ、いろんな事務所の方がこう集まってライブやるときにひろしさんがいらっしゃって、はい、でひろしさんが同郷のスパローズさんという方とキャンプに行ったっていう話をワイワイされてたんですね、うん、欧米で、はいはいはい、でそれも耳片耳で僕は聞いてて、うん、でその後喫煙所でタバコ吸ってたらひろしさんが来られて、うん、で僕はその時はもうソロキャンプ行ってたんで、うん、キャンプ行ったんですねって僕もキャンプ行くんですよっていう、うん、なんとなしに喋ったら、はい、あどんなキャンプやってるか写真見せてって言って、うん、僕がソロキャンプやってる写真を見せたら、うん、うおーって盛り上がって、でそっからそこが初めましてだったんですけど、へそっから4日後に2人でキャンプ行ってなるほどね、はい、で周りにこうソロキャンプやりたいみたいな人があんまいなかったんで、うん、そこでバッチリ先輩なんですけども、うんうん、まあ、大親友みたいな感じで仲良くなって、はい、はい、そっからですね、で2人で行きつつ、はい、意外になんていうかその俺もキャンプやるよとか、はいはい、そういえばあの人もやってるみたいな感じでこう少し仲間がこう増えてった、やってるっていうよりも、うん、僕とひろしさんが行ってキャッキャキャッキャしてるのを、うん、面白そうだなと思って見てた人がバイキングの西村さんだったりとか、あなるほどなるほど、純一ダビッドソンさんだったりとか、はいはいはい、で多分なんか分かるんですよね、この人多分アウトドアキャンプ好きだろうなみたいな感覚が、うんうん、で一回来てみるみたいな感じで、あなるほど、ね、で徐々に人が集まって、うん、今9人いますね。なるほどね、はい、多分アスワさんとヒロシさんがなんか楽しそうだなっていうこう、はい、吸引力があったじゃないですか。いやそうかもしれないですねちょっと仲間に入れてよっていうか、はい、うん、あと絶対誘わない人もいてそれなんでかっていうと、うん、最初の、はい、一言目で分かるんですけど、うん、連れてってよっていう人が、ああその感覚ね、はい、うんうんうん、まあ、連れてかないんですよ連れてってよの言葉の中にはもてなしてよっていう意味が含まれてる。あ、そっかそっか。それってなんかいちょっと頼ってないっていうことですよね。そうそうですね、はい、うん、だから素質あるなって思うのはちょキャンプに興味があるんだけどまず何から買ったらいいですか、うんうん、っていうふうに来る人は、うん、あいいなっていう。あそうかそうか、自分でやろうとしてる感じがあるんで、あ、はい、そこで分かれるんですね。そうです、面白いですね。連れてってよっていう先輩はもう、うん、ああぜひぜひって言って、うん、声かけない声かけない。でも分かれますよね。それがキャンプじゃなくって、はい、みんなで旅館に泊まる温泉旅行だったら別に、うん、あ1名入れときますよって住むけど、キャンプはそういかないですよね。しかもそれぞれの独立したテントで、はい、みんなそれぞれいるから そこはやっぱりこうあのインディペンデントっていうか、そうです、ね、みんなその、はい、独立した自立心がないといけないですよね、はい、すちょっと哲学的ですけど、でもそこでもう全部一通り貸してくれと、うん、そういう甘い考えの人はちょっとお断りです。お断りですね、はい、お断りです、ね、やっぱり自ら何とかしようっていう、そうですそうです、そういう心が大事なんですね。大事なんですよ。いや面白い話ですね。なんか心
なんとなく心当たりというか、はいはい、分かるなと思いますね。なんかみんなありますよね、そういうのね、うん、釣りでもやっぱりあの連れてってくれって言われるケースはものすごく多いんですよ、はい、そうですよね、うん、まあ3回に1回ぐらい連れてきますけど。あ、そうなんですか。でもうーんってでその1回連れてってはまれば、はい、うん、次何買おうかってなるから そうですね、そこはちょっとあれしますけど、はいはい、あの負担はこっちの負担も感じますもんね。そうですね、連れてってってね、はい、うわ連れてくんだと思うもんね。やっぱキャンプも、うん、まあ、道具貸してあげてもいいけど一つ二つは自分で悩んで買ったものを持ってった方が、うん、やっぱ愛着も湧くし。そうですよね。多分釣りもそうだと思うんですよ、うんうんうん、全部手配するけど、うん、あのこの魚釣る用のルアー一個だけ自分で選んでいくとか、うん、ありますよね。なんか一個あるとまた来たくなるじゃないですか、うんうん、そこ大事なんですよ。全部貸してくれってやつは大嫌いなんですよ。連れてって問題ちょっと深いな。そうですよねえ、うん、こんなことしたいんだけどこれってアスワさんどう思うって聞かれるがいいですよね。そうです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 。その方が絶対いいんですよ、うん、はい、連れてる竿を渡されても楽しくないじゃないですか。やっぱそうですよね、うん、究極そこですよね。そういうことなんですよ、うん、自分でやんないと自分で考えないとダメなんですよ。やんない人多いんだ。力説してますけどね。なんか聞いてる方どういうふうに感じ取っていただいてるかですけど、でもとても分かる気はします、はい、うん、何かやりたいことがあったらキャンプに限らず。そうですそうです、ね、ま、連れてってというよりも、はい、こんなの買ったらいいとか、はいはい、こんなことやりたいんだけどどう思いますっていう投げかけをし、はいはい、されるとそしたらもういいじゃん、もうちょっとさっていう、うん、いい話が連続しておりますが。すいません朝から暑くなっちゃって。いやいや、まあそんなあの焚き火会の話を伺ってるんですけど、はい、まあ、芸人さんっていうことで、ええ、まあ、ある種自然とキャンプっていうのもテーマがこう重なってきたと思うんですけど、うんうん、アウトドア絡みの、はい、まあ、ご自身のね、うん、あの YouTube とかで、ね、次回伺おうと思うんですけど、はいはい、そのキャンプ関係のお仕事のオファーっていうのは、はい、まあ、今回もそうですけど、どんな感じのものが多いんですか。多いのはキャンプ場で、はい、こうキャンプについてのトークを、あー、なるほど、はいはい、するイベントとか、はいはい、あとはまあその地方のなんかこう、うん、ショッピングモールみたいなところで、うん、まあ、焚き火を起こしたりとか、あー、なるほどね、はいはい、あとは最近だと、うん、それで都道府県とかで県ごとアウトドア盛り上げていこうみたいなところがあったりする、うんうんうん、はいはいはい、そういうところはもう本当、うん、あの県の持ち物であるでっかい公園とかでアウトドアの体験スペースとかがあって、うん、そこで火起こしとか薪の組み方を教えたりとかっていうの多いですね。あ、割となんか言い方あれですけど、はい、ちゃんとしてますね。ちゃんとしてるかな、ね、うん、はい、なんかね、こう基本的な とこを、はい、なんとなく初心者の方に分かりやすくっていう感じですよ ね、はい、うん、あとは料理、キャンプ料理を、料理人ですもんね、はい、ちょっと作ったりとか、はいはい、そう、アスワさんのね料理すごい関心があるんですけどね。 ありがとうございます、ちょっと時間が今回足りないので、あら、じゃあ次回料理絡みの話はちょっと、はい、ぜひ次週伺いたいと思います、はい、そろそろお時間ということで、ありがとうございます、はい、本日はキャンプ芸人の、アスワ大義さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで釣りフェスティバル2024のお知らせです。釣りフェスティバルは出展者各メーカーの新製品を一堂に見ることができる国内最大級の釣りのイベントです。今年は1月19日金曜日から21日の日曜日まで横浜パシフィコにて開催されます。今回は200社を超える過去最大規模の出展者数となっているそうです。また中でもその出展者のうち120社以上がトラウト、バスをはじめとした7つの釣りカテゴリーに集結した聴取別スタジアムに注目です。そしてここでしか買えない釣りフェス限定品やここでしか体験できないマス釣りや釣りの学校、プロアングラートーク&ライブなどの企画も満載、釣り好き必見の内容となっています。続いて富士工業からの釣りフェスティバル2024への出展内容のお知らせです。富士工業はアングラーの皆様が感動する釣りを満喫できるようにサポートしていきます。今年の釣りフェスティバルでは多くの新製品ロッドコンポーネント、
ロッドビルディング商品などをご紹介。よりこだわりを持った義徳ブランド商品も発表いたします。新製品とロッドビルディングの興味深いコンテンツを多数ご用意するとともに、ロッドビルディングビレッジでは魅力あるロッドビルディングの世界をご紹介いたします。富士工業の展開するさまざまなコンテンツにご期待ください。なおチケット情報については釣りフェスティバルで検索、特設サイトをご覧ください。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。